秋山幸太郎は、朝日新聞社前会長、日本新聞協会前会長、公益財団法人日本対岸協会理事長、岡山県総社市出身。朝日新聞社社長の他テレビ朝日社外取締役、日本高等学校野球連盟最高顧問、全日本合唱連盟顧問を歴任している。東京草原社社長となる、秋山高雄の長男として生まれる。 1968年京都大学法学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者、政治部長などを経て、2001年取締役、2003年常務。2005年6月24日朝日新聞社、代表取締役社長に就任する。2012年6月26日に代表権のない、会長に就任。2011年7月20日に、 社団法人日本新聞協会会長に選任された。2005年1月12日に朝日新聞が大々的に報道して最終的に政治問題にまで発展した NHK 番組改編問題について同年9月に自社の取材不足並びに一時情報とされる社内資料の外部流出を認めた。同年12月には朝日新聞社の改革案を発表した。 2006年3月に長男が大麻所持の疑いで逮捕された。2006年6月、テレビ朝日社が取締役に就任する。記者時代に、作家、太宰治の成果であり、東北地方有数の大地主であった津島家の工房師、津島家の人々を表している。2006年、高校野球の育成と発展に貢献した指導者を、表彰するために、 前社長の箱島新一時代の2003年に設けたイヤーオブザコーチ賞を育成功労賞に解消した。イヤーオブザコーチを和訳するとコーチの年になってしまうとの苦情や問い合わせが殺到し、受賞者の新聞発表にも支障が出るなどしばらく懸案となっていた。2007年には経済部畑の船橋洋一を主筆に据えた。2011年の2月末で 紙ベースの英字新聞事業から撤退し、ヘラトリアサヒを廃刊。同年3月以降は、インターナショナルヘラルドトリビューンのみを印刷、配達することとした。2011年7月、社団法人日本新聞協会会長に選任された。記者会見した秋山会長は、東日本大震災や社会保障の問題など、日本は大きな危機に直面しています。 世論に誤りがないように引っ張っていくのが新聞の役割ですし、責任でもありますと挨拶した。ありがとうございます。